こんにちは。ヨ画ガ講師の高です。今回のヨ画ガ哲学講座のテーマはこちらです。スピリチュアルな生き方こそ人間本来の生き方である。今回は僕の師匠の師匠であるモタヤマヒロシさんが書いたスピリチュアリティの真実。この本を参考にお話ししていきたいと思います。この本の著者であるモタヤマヒロシさん、日本よりも海外で有名なヨ画ガ指導者であり、超心理学者でした。 本山博士さんはね一生涯かけて徹底的に一生懸命あることを研究していましたそんな研究内容についてわかりやすく簡潔に書かれた本がこの本ですただ残念なことにこの本はもう絶版になっています中古でしかこの本を買うことができませんただこの本に書いてあるのと同じような内容こちらの本にも書いてあります現代社会と瞑想ヨガこちらの本は今でも購入できますこちらの本もおすすめです本山博士さんは現代社会に非常に危機感を持っていました 特にね、現代社会が科学万能主義であり現代社会が目に見えない世界を信じない傾向にあることにものすごく危機感を抱いていました本山博士さんは幼少の時です。45歳の頃から普通の人には目に見えないような神様の声が聞こえたり神様を見ることができた死んだ後の霊を見ることができたんだそうです。よ、もうね、 目に見えない世界普通の人にとっては目に見えない世界当たり前のように感じていたので本山宏さんは人生を通じてこう確信していましたこの世もあの世神様の世界も一緒に動いているい僕たちにとってはですよこの目に見える世界が全てじゃないですかこれ違うんだっていうんですよだからね 目に見えない世界のことが影響しているんだと言うんです例えば僕たちの人生の中ではいいことも悪いことも起きますよねなんかいいことが起きたらあなんか分かんないけど運が良かったなんか悪いことが起きるとなんでこんな理不尽なことが僕たちは思ってしまうじゃないですか違うんだって言うんですよだから本山博士さんのように目に見えない世界のことも手に取るように分かる人にとってはこの世の中で起きることって必ず 目に見えない世界で起きててるることが必ず、ね、影響してるんだそうですよだから僕たち、ね、普通の一般人この目に見える世界のことしかわからないものにとってはですよそういうその目に見えない世界のことが影響してるなんてことを知らないで僕たちはね苦しんでるんですよね。なんか悲しいですね元山宏さんは自分が体験してきた目に見えない世界のことを大学に入って研究しようとします。 そこでね研究室で仲間に自分が体験してきた目に見えない世界のことを話すと仲間がね必ずこう言ったんだそうですそんなのおかしいそんなのあるわけないじゃんもうみんなから散々バカにされたんだそうですよそこで本山博士さんこう決意します超心理学スピリチュアル関連の学問を確立させなければならない具体的には 科学では証明できないような超常現象をなんとか科学的に証明するための実験器具をね自分で作ったりして実験をしたんですそうやってこの超常現象なんかをね科学的に証明するための学問を確立させようとしたんですすごい努力ですよ孤独な戦いいだったと思いますよ。 でどんな実験をしたかについてはねまた別の機会にね詳しくねお話をしたいと思いますそんな研究を通じて本山宏さんは人間には2つの欲求があると結論付けていますそしてこの2つの欲求が人間とサルとの違いだと言います人間にはどんな欲求があるのかまず1つ目人間には物質的に満たされた生活をしたいという欲求がありますこれ誰でもありますよね僕も当然ありますただこれはね人間だけじゃなくてサルでもあるんです 動物ででもあるんです例えばお腹がすいたら食べたいこれは物質的に満たされたいという思いですよね綺麗な落ち着いたところで寝たい、ね、これもね人間だけじゃないこれ動物ではあるんですだってね猫ちゃんとかワンちゃん綺麗なところじゃないとおしっこしてくれないですからねそういうのは全部この物質的に満たされたいという思いこれは人間だけじゃなくて動物でもあるんですところがこの2つ目の要求は違います この2つ目のね欲求、これ人間にしかないんです。人間の2つ目の欲求、それは何かというと、霊的な成長をしたい。これ誰にでもあるんだそうですよ。人間にだけ本能的にね、人間は霊だとか魂の存在を知っているんだと言うんです。 6万年も前の遺跡の中から、ネアンデルタール人のお墓が発掘されたんだそうです。6万年も前ですよ。ネアンデルタール人は、自分の家族だとか仲間が死ぬと、土の中に埋めて、そしてお花だとか食べ物をお供えしていたんだそうです。しかも、大きな石を乗せていたんだそうですよ。これ、お墓以外の何物でもないですよね。これね、どういうことかというと、6万年も前、ネアンデルタール人はね、死んだ後も肉体がなくなっても、 霊や魂は存在しているんだということを知っていたということの証拠だと言うんですよ。いや、確かにそうですよね。死んでしまって終わりだというふうに考えているんであれば、お墓なんか作らないですよね。幼いもんなんかしないですよね。幼いものするということは、死んだ後も肉体がなくなったとしても。霊や魂は残っているから、その残っている霊や魂が困らないようにということで、食べ物を。 お供えすするそういううい証拠だと言んですよじゃあこの大きな石は何かというと大きな石はね死んだ後霊が出てきて生きているものに悪さしないようにだからたたらないようにということその出てこないようにということの証拠だって言うんですよ。これねお墓を作るってもう人間特有でしょいや確かにネアンデルタール人はね僕たち人間の直接の祖先ではないですよ。だけど ネアンデルタール人がね67万年前にそういうことをしていたということはおそらく我々の直接の祖先であるホモ・サピエンスもおそらく同じようなことをしていたんじゃなかろうかと推測はできますよね。とにかく人間だけじゃないですかお墓を作ることができるのは。だからね人間というのはもう何万年も前からですよ肉体だけじゃない人間は肉体だけじゃないということを知っていたはずだというんです。 もう人間だけは目に見える世界だけじゃなくて目に見えない世界もあるんだということを知っていたずいぶん前から知っていたということなんですこれがねものすごく大切なんですにもかかわらず現代社会では僕たち人間はものになってしまったんだと本山博士さんは言っていますいや確かにそうなんですよ現代社会ではね僕たちは僕たちの心や能力をお金に換算しないと生きていけない僕たちは 自分の能力を給料に換算しないと生きていけないようなシステムが現代社会ですよね。これ間違いないなですよねそれが現代社会ではね僕たち人間がものになっってしまった証だと言うんです僕たち人間がねものになってしまうとどうなってしまうかというとものでではないものです僕たちが本来大切にすべきものではない魂だとか人間性がないがしろにされてしまう魂や人間性が忘れてしまわれている。 だからですよ今ね毎日のニュース、ね、平気で人を殺すような人たちの悲惨なニュースが本当にに毎日のように飛び込んできます今でも世界のどこかでは争い戦争がなくならないテロがなくならないこれがね僕たち人間がね魂や人間性を失っているからなんですよ。僕たち人間がね魂や人間性を失ってしまうとどうなるかというともう凶暴な猿と変わらないんですよ。 目に見えることしか大切にしないとねこのもうね本当に猿と同じになってしまうというだからね今地球のね人間の社会がねとても大変な状況になってるわけですただ現代社会希望もあります現代社会ではスピリチュアルという言葉が一般化されていますこのスピリチュアルという言葉スピリチュアルというのは目に見えない世界が大切だという考え方ですそういう目に見えない世界が大切だという考え方が 非常に今もものすすごくね広ままっているとも言えます確かにそうですねスピリチュアル市場という言葉がありますからねスピリチュアル市場は今やペット市場とね同じぐらいなんだそうですよ。ということはですよそのスピリチュアルという市場の中ではカルトだとかさ 詐欺みたいのも当然やっぱり含まれてるだ,から未だにねそういう危険性があるのはこれ否めない、うん、これは間違いないしやっぱりスピリチュアルという言葉自体に何かやっぱうさんくささを感じるのもありますよ確かに僕も正直あまりスピリチュアルという言葉は好きではありませんがだけどこれだけね多くの人たちに広まったのはやっぱり、ね、意味があると思うんです。ね。霊的とかね <laughs> いうことよりはまだややっぱスピリチュアルの方が穏かかなかった もたやまひろさんが大切だと言っている目に見えない世界ということをスピリチュアルという言葉で伝えるということはすごくやっぱりね受け入れやすいんじゃないかとも思っていますだそれはねすごくねメリットいい面なんじゃないかとね思っていますだからこのスピリチュアルということは一般化したということは人間が本来の姿に帰ってきたと言える時代なんだととてもすごく今大切なんだと言うんですよ ね、時代がこう変わろうとしている時なんだとすごい大切なんだとだから、これから僕たちがもっともっとその目に見えない。世界のことを大切にする。目に見えない。世界のことももっともっと気づくために何が必要になるか。元山広志さん、力強くこの世に出ます。ヨガだと言うんです。やっぱりヨガなんですよ。なんでかというと、元山広志さん自身がもう徹底的にヨガをもう。 実験したんですよね自分の体を使ってもう徹底的に実験したから言えるんです。本山宏さんは幼い頃から霊的なものが見えていたのですがそれを大人になってね自分が見えてるその霊的な世界目に見えない世界のことをきちんと学問として研究するために自分の体験を深めるために20代ののの頃こを始めまますす徹底的にヨーガの修行をしますその時の様子この本を見ながらちょっと皆さんにもね紹介したいと思います。 20代の頃です本山先生毎朝3時ごろ起きて10時間ぐらいもうじーっと座って動かない瞑想をずっとこうしていたんだそうですそんなの3年か4年ほど続けたんだそうですで、その間にその3年4年の間断食もしますもう1週間ぐらいもうの水しか飲まないっていうねそんな断食を3、4年の間何回も繰り返したんだそうですそして 毎日三時間だけ眠るということも三年ほど続けたんだそうですしかも二十日間全く眠らない朝から晩までずっと起きていた二十日間ですよそんなこともやったんだそうです一応ここに書いてますけど当然ねこれは誰にでも勧められるものはありませんとも僕もそこまではやるつもりはありません <laughs>、ね、危険ですからね皆さん絶対やらない方がいいですそんなことをねずっと続けているうち ね、ある時こうじっとこう瞑想していると肉体の感覚がだん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 なくなっていきそして自分の意識がぶわっとこう広がっていき目に見えない世界のこと霊的なこと神様のことが手に取るように分かるようになったんだそうです。これね、分かります何をそんな荒行ですよね苦行んでそんなことをする必要があるのか物ですよ。 目に見えるものとしての僕たちのこの肉体的な物質的なものを手放す訓練ということですね。僕たちはだから物になってしまっちゃってるからその物を手放すと初めて人間のねもともと大切であるものではない魂だとか精神性だとか人間性に気づけるというそういうことなんですだからそこを徹底してやったのが本山博士さんでそしてそのね その肉体を手放していくようなその荒行と言えるような激しいこのね瞑想十字間とか断食それをすることによって間違いなく目に見えない世界のことが分かるんだということを確信したんですよね。うん、そして本山宏さんの研究がさらに成長成長っていうのかなさらにこう深まっていくわけです。まあ、そんなことを僕もね このチャンネルを通じて皆さんにも今後もねどんどん伝えていきたいと思うし僕はやっぱりねその元山宏さん自身の研究そして元山宏さん自身のその体験それが非常に僕にとってはねものすごく説得力があったのでだからね僕は普通の人ではきっとそんなにやらないでしょうけどそして僕は元山宏さんのお弟子さんであるとても素晴らしい僕のね僕の直接の師匠に出会うことができたのでその師匠がとりあえず 3時間は座らないとこういう世界はわからないというふうに言われそれを素直に信じてそしていまあ、未だにねこう瞑想を続けているとそしてその瞑想の良さを皆さんにも伝えていきたいというふうに思っているわけです。うん、やっぱりねこの今非常にこう混沌としてすごくやっぱり大変な世の中生きにくい世の中じゃないですかなんでかというと原因分かってるんです。僕のういい目にに見えるもししかかたちが大切にしていないから だそろそろこの目に見える世界を手放す訓練も必要じゃないかとそのためにはねやっぱりヨガが必要なんじゃないかと僕も思っていますねそんな思いをねこの動画を通じて皆さんにもね今後も伝えていきたいと思います今後もどうぞよろしくお願いします今日も最後までご覧いただきましてありがとうございましたオムシャンティ